イケネーネーム、イズミンちゃん、女性27歳、うん。頭の中に浮かべてください、神谷さん。うん、昨年11月、モロッコ旅行に行った際に痴漢に遭いました。うん、混雑した市場を歩いているとき、お尻を思いっきりムンズとわしづかみにされ、これ以上ないというほど、揉みしだかれたんです。あまりの堂々たる揉みっぷりに本当にびっくりしましたが、手をつかみ、ニャオと振り払いました。そうすると一旦は引っ込んだのですが、去り際にまた、もみ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 ムカつくと同時に日本から遠く離れた国でもこんなことされるなんてと、男性の欲に、ね、欲望に絶望してしまいました。ということで、うん、添付画像は痴漢にあった場所かよ、いらねえよ、お前。なん、その時着てる服を出せばか。ということで、ね、海外旅行に行って、痴漢にあったら超怖いよね。だって。まあ、そうだよね。日本だったら、この人は痴漢でーすって言って、青みたいな、ね、女の子を手を挙げて言うのにね。ただ、海外だって、この人たち、ブーン！まあ、ただ、その、うん、まあ、痴漢はもうほんとわからん。うん。やる、意味が。意味が。はいはいはい。わかりますわかります。全くわからない。はい。ただ、もう神谷さんみたいに、こう、うん、どのステージ上がってもモッテモテでみんな抱いて抱いてって言ってくるね。ファンが2億人ぐらいいるわけじゃないですか、神谷さんには。日本の人口より多いね。そういう人はいいけど、もうほんとブッサイクでもう、ふいにゃーってなってる人が、キャー、君のことは好きなんだけど、つったら、気持ち悪いんだよって言われてる人は、もう痴漢するしか女に触る方法ないんすよ。ははどうしたらいいですか？気持ち悪いんだよっていう風に言われてる人の気持ちはわかります。なんで黙ったの？いや、わからんだろ、お前は。いや、わかりますって。だから、うん、その、あ、一生俺って女性に縁ないんだろうなっていう絶望感みたいなのはわかるんですけど、それでイコール痴漢になるっていうその行動力がすげえなと思って。ただ、ああ、そうですね。うん、AV 見て、これいいな、こうしたいなっていう欲望は出ても、うん、実際の女に触って、もっと、蔑んだ目で見られるのは嫌ですよね。うん、うん、っていうか、ほら、犯罪だから。あ、そっちですか？犯罪。そっちですよ。犯罪だから。法を犯してはいかんなと思うので。神谷さんってものすごいそこんとこ、やっぱきっちりした人間ですね。まあ、うちの両親がきっちりしてるんでしょう。まあ、そんなことで褒められても嬉しくねえけど、まあ、だから本当にそこまでの行動力があるんだったら、うん、お金もないのかな、じゃあ。あ、そうだと思うよ。お金もないのか。だって、お金もなくて、こう、性欲があり余ってて、モテなかったらさ、うん、触った後に、たとえ捕まったとしてもよ、うん。飯ずっと食えるじゃないですか。臭い飯をね。うん。まあ、そんなに今臭くないですし。飯割と食えるじゃないですか。なんかもう、そうなってくるとちょっと意味わかんなくなってきちゃって、食うために、もう犯罪を犯して、豚箱に入って臭い飯を食えば生きていけるっていう、もう究極的な発想でしょ、それって。だからもうそこまではちょっとわからないけど、ただ、こう街でね、うちがなくてずっと寝てらっしゃる方を見ると、あ、俺もいつかああなるかもしれないなって恐怖感はある。思う思う。そうそう。声優は常に思ってると思う。そうなのよ。それはもうしょうがないの。もう、あ、俺もいつかああなっちゃうなって思いながら日々仕事をしているわけですよ、僕らはね。わあ、でも、亀くん。ん？それ、最近言う人少なくなってきたね。本当に？いや、その、例えばね、うん、自分のことを棚に上げて言うようですけれども、うん、神谷さんほどのね、人気声優だったら大丈夫ですよ、うん、みたいなことを、うん、いたずらに言う人いるじゃないですか。うんうん、います、います、いますよ。うん、お前のように。っていう、そういう恐怖感に、うん、苛まれながら仕事をしていますよ。じゃあ、例えばそれまでその、うん、じゃあ売れてらっしゃる、うんうん、その人気声優の神谷さんでさえ思ってます、うん、じゃあ。うわぁ、そうなんだ。はい。そんな商売です、声優って。常に思うけどね。そうだ、そんな商売ですよ。すごくきらびやかで売れてらっしゃるなっていうふうに思ってるかもしれないけど、うん、そいつでさえ、明日は我が身だなって思いながら、日々生きているのが声優です。神谷さんのイベントを見に行ってキャーって言ってて、うん、明日その人応援してくれるかどうか分かんないもんね。分かんない。あ、それが場所？あ、え、その人？人映ってんじゃん。え、すごい綺麗な人なんだけど。何？スレンダーさん、ちょっと見してよ。すごい綺麗な人。なんでいつも写真とかをカラーでプリントしとかないんだよ、お前は。
うまくなんねえぞいつまでたってもお前は。うまくなんねえぞお前いつまでたっても。もうほんと次回からお前原稿用紙で書いてこいよちゃんと。読みづらくない？かわいい。ちょっと見せて。何この子かわいい。すっげえ、ほっこりだらけ。名前どれ？イズミンちゃんだ。え、27歳でこんな感じ？すげえかわいいんだけど。これだったら全然付き合えるな。なんで上からなんだよ。これだったら全然付き合えるな、俺。もうさっきさ、その、なんだろう、メールの中のさ、NO! っていうのをさ、NO! っていうさ、顔でもう再生しちゃったから、うん、すごく僕絶望的な感じになっていたんですけど。俺も、こんな可愛い子だったら、もう、NO だよ。そんなことね。そんなこと言わねえと思うよ。なんでだよってな。NO だよ。いやでもほんとすごい美人さんです。ヒロシ、NO だよ。もうちょっとちっちゃくして。わしづかみは、NO だよ。え、じゃあ優しく触る、優しく触る。だったら OK。これさ、NO! ああ、でもなんかちょっとちっちゃくすると、なんか、うん、うちの涼子に似てますね、若干ね。あ、じゃあ美人さんじゃん。美人さんだよ、やっぱり。顔のね、作りすげえ綺麗だからね。うん、このモニターが汚いんだけど。ほこりだらけ。な、食ったでしょ、この前で何かを。食ったでしょ。いろいろやってんだよね。お前、作家としてダメだぞ、お前。何も食うな原稿用紙に向かえちょっと食べさせてやってよ。もうずっと痩せてんだから彼はさ。痩せすぎだよね。痩せすぎなんだよね。ということで、泉ちゃん、うん、また写真待ってますので、今度はなんかお部屋で、自然光で白っぽいお洋服着て、ちょっとこう、上から撮ったような写真をね、泉ちゃん送ってきてくれるかな。うん、多分彼氏が撮るんだろうな。お前何お前シーンとしたって、お前このコンピューターのフーっていう音だけになっちゃって。Z でした。顔写真を毎回添付しろよここに原稿用紙に添付してこいよお前。みんな笑ってるけど毎週こうなんでしょ。もうね、ぶっ飛ばした方がいいよ。添付してこいよ。青鬼に文句言った方がいいと思う。エビのおにぎりうっせえ